ヨーゼフ・アウグスト・フォニスター・ライヒは、オーストリア大公位を有する、ハプスブルク・ロートリンゲン家の一員。ハンガリー宮中博、ヨーゼフ・アントン大公の孫にあたる。ハンガリー名は、バブスブルグ・ロタリンギアイ、ヨーゼフ・アーゴシと、最後まで存命した、オーストリア・ハンガリー軍の元帥であった。ヨーゼフ・カール大公の長男として、ハンガリーのアルチュート・ドボズに生まれる。母は、 ザクセンコーブルクゴ号竹の講子アウグストの娘で、ブルガリア王、フェルディナントの姉である、クロティルで1893年に、バイエルン王子、レオポルトの娘アウグステマリアルイゼと結婚した。彼女の母、ギーゼラは、ヨーゼフ・アウグストの最重慶にあたる皇帝、フランツ・ヨーゼフ一世の次女であり、ヨーゼフ・アウグストは、皇帝の孫娘の婿となった。 1890年に第一不評連隊の注意となって軍人としてのキャリアを開始し、1908年に召喚に昇進、1911年には減帥に任じられた。第一次世界大戦が勃発するとガリツィア戦線で第七軍団の指揮を取った。後に対イタリア前線に移り、ロシア軍とルーマニア軍に対抗するために、 トランシルバニアへと転戦した。戦後、オーストリア・ハンガリー帝国から分離したハンガリーで、ソビエト政府が、ハンガリー国民軍によって倒された後、ヨーゼフ・アウグストは、新たなハンガリー王国の国王に擁立された。しかし、ハプスブルクロートリンゲン家の一員である、ヨーゼフ・アウグストの即位は、競商国やルーマニアの、承認が得られず、この王国は、 ホルティミクローシュを摂政として国王が空位のまま成立した。1936年から1944年までハンガリー科学アカデミーの会長を務めた。ホルティが失脚した1944年にアメリカ合衆国へ逃れた。戦後の1946年に姉のトゥルムントタクシスコーヒーマルガレーテ・クレメンティーネを頼って、 西ドイツのバイエルン州に移り住み、1962年に同地で没した。ヨーゼフ・アウグスト大公と家族アウグステ・マリア・ルイーゼヒとの間には6人の子供が生まれた。ウィキメディア・コモンズにはヨーゼフ・アウグスト・フォン・エスター・ライヒに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。